のリーダーを経験した、3人ということで、それぞれのリーダー時代を振り返りつつ、はい、今のドリームスとしての活動をしていることやメンバーについて、いろいろと話していきたいと思います。もうそうだ、1代目、2代目飛んで4 4代目飛んで4だね、飛んで4まあね、2回ぐらい飛んでますからね、うちそうですねまあいいのよ、今は楽しければ、ね、幸せだったらいいんですよ、はい、シャボン玉とかめっちゃ人多くない？多いです。最大16人だっけ？こっから始まってるんですよ、5人から5人から、ね、だだだだだだだ、この時も多いなと思ったけどね、これも指いっぱいやなとか思ってたけど、シャボン玉引きで撮ってるから余計ちっちゃい、みんながバババって映ってるからかな。ちょうどケイちゃんの卒業があって、うんうん、で6期が入ってきたの、うん、その時がすっごい人数多かったし、リーダーでしょ、カオタその時リーダーだった。どうなのよ。いやもうね、いやもうゆうちゃんの時代もやっぱり、ね、ヒット曲がラブマシーンがヒットする前のすごい厳しい時代、ね、あとはその始まってすぐのね、これから頑張んなきゃいけないっていう最初だからね。そう、その時代のリーダーもすっごい大変だと思うんですけど、うん、この時代のリーダーも結構大変で、人数が多いでしょ、うん、で怪獣がいっぱいいるでしょ。そうだよね怪獣がどんどん増えちゃって、ね、怪獣がいっぱいでしょ、不良が入ってくるでしょハッピー様の怪獣2匹にはちびっこのね、あったそこが一番苦労したとこですかね。本番中に怒鳴ったのはもう彼女たち以外いないもん。そうだよ、特に昔ゆうちゃんちっちゃい子が苦手だったから嫌いだったね、うん、声がするだけでちょっとうーんってなってたもんね。だってもうさ、今で思えば10年前の私をみそじみそじと、うん、ねえこう言いながら、うん、私の大事なポーチになんかガムテープで27歳ババアとかで書いてる。怖い、間が怖い。だってさ、ビールの歌とかあいつら作ってましたよね。そうそうそう、ビールが大好きとか、いつもビール飲んでるとか、そういうのうるせえみたいな、ね、そう、もうそれを作ってるなんかところを作業を見た瞬間に私はもうやばい、これ逃げようとかリガちゃん任したっつって言ってます。6期が本当問題児が多くて、6期は問題児、まあ約1名ズバ抜けた問題児がカオリンとねバーサスしてるの私何回も見たよ。本当にね、私心が折れそうだったわ。ごめん、6期って誰？レイナとか田中、エリとか道重、亀井、ミキティ、藤本で、誰のこと言ってんの言うかな、言うかな、カオタン誰って今誰かな一人しかいないんですよ。一人、まあでもあれかあれ、あれかあれかあれなんですけど、誰かズバ抜けではまあこれがこれで最近こうなるほどねいやでもね、本当にあのね素敵なね旦那さん見つけて落ち着いてよかったよね、まあ、本当よ。落ち着いたらもうだいぶもうこっちの方になってからです、卒業後だけどね、うん、そうだね、この辺の時すごかったな、うん、桜乙女もやってたから。あ、やってたね、桜乙女。そう、リカちゃんにどう乙女の方の様子は、ミキティとカオリンがねずっとバトルしてるのマジで結構してたよ。私はあんまり記憶にないんだけど、どういうバトル？リーダーだから、うんうん、とりあえず協調性を持ってほしかったの。なるほど ね、 ね、グループだし。例えば衣装着替える時とか、ああスタイリストさんが大変だから、うん、一緒に部屋に入って着替えようって言うの、うんうん、でも私もあんまりきつい言い方で言っちゃいけないから、うん、一緒にこうみんなで入って着替えようねって言うんだけど、何ですかみたいなへなんかドリームの時は全然そんなんじゃなかったよね、まあ、彼女はあのお互い大人になってから一緒になってよかったですねで私とミキちゃんはそういう会話してたんですけど、多分ね現役当時だったらもう大変だったと思う、大変だと思う、大喧嘩してるかな、いやしてるだろあの子とは、してると思う、性格的に分かるもん、似てるから、うん、だから今でよかったねって言ってたんだけど大変な時だったのね。そうなの、私も意外と気持ち弱いから、うん、言われたらうん
みたいなそうなんだちょっとめげそうになるんだけどね、やっぱりグループでやるっていうことを、なるほどね、大変さ、でも今仲いいじゃんね、普通に、うん、仲いいよ、ね、一緒に買い物行ったりするし、ね、うん、それが不思議なんですよね、私たち、そうなの、そうなの、はい、追加公演が決定になりまして、お、12月20日の火曜日、うん、なんとケイちゃんとリカちゃんと私とでやることが決まりました。ちょっと楽しみな組み合わせね、はい、そうだね、これもあの50とペアがいますので、私はもう誰が MC するのそれ、これ基本年下だから、この並びで言うと私なんですよきっと、あー、まあ、うんうん、ケイちゃんでよくね、うん、ケイちゃんにするまあ私これ勝手にケイちゃんにさせてもらいます、うん、これは何だかの方法、何だか の, あの作戦を練って、ね、そんなルールなんか最初からありませんでしたって言っとけばいいんじゃないそう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 いくつついてんだろうというぐらいね、っていうぐらい本当ですよ、ね、見られてる、すごい、あ、バレたとか思うもいつもやべえバレた見てたんやみたいな、でもいい、いい、よかったっていう時は夏先生やね、涙を流してすごく良かったよって言ってくれたりとか、うん、やっぱすごくハートのね、うん、熱い、本当にドリームスを愛してくださる方ですよね、もうね、オーディションの時からですからね、そうなの、夏先生は、うん、そうだよ、本当にもう厳しいこともありましたけど大好きな先生ですよね、そう、そんなね、うん、先生にね、姉さんこの前ね、若干ね、喧嘩を打ったの、違うちゃ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 、すごい、それすごかったんだよ、いや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 、あれ、その話する、うん、違う違う違う、ぶっちゃけちゃおうよ、あれは面白かったんだから、いや、あれは、あの、違う、そんな大したことじゃない、いや、違ういいじゃないか、あれ、超面白い、あのね、超ヒヤッとしたよね、そう、マジで、うん、そんなヒヤッとした、ヒヤッとしたっていうか、私はすげえ面白かったんですけどあのリハーサルをやってるの、この前ヒルナンデス見てくれた方いらっしゃいます、ドリームスで、ありがとうございます、そう、そういうのをリハーサルをやってたんです、うんうん、そんでもう先生がいて、で、あのいろいろサイズにテレビサイズとかいろいろあるからちょっと若干振り付けが変わったりするんですね、うん、で最後のところでみんな回らない振り、もう回らず、あと集まる時にはい、入り口で5、5で一周回ってじゃん、ウォーウォーとかやるじゃなくて、そこは回りませんってなったんです、で、姉さん回らない人だったんですよね、うん、そう、矢口と中澤は回らないって言われたんだよね、あの時、そう、回らないって言って、うん、はい、分かりましたって、で、分かりましたって1曲終わった後に、うん、中澤さっき回ってたよね、回っちゃったねって言うから、回ってませんもう即答ですよ、うん、いや、もう 200% の自信で姉さんは回ってませんって言って、あー、そっか、で、もう一回じゃあ曲で返そうって言った時に綺麗に、でも、私、違うの、私ね、実はゆうちゃんの斜め前だ、ゆうちゃんが私の斜め前だから超見えてるわけ、でも回ってませんって言った時から回ってたよ、ゆうちゃんと思ってて、でも、ちょっと深夜だったし、疲れも溜まってたし、きっとね、そうだ、どうしよう、次ゆうちゃん回らなかったらいいなって心の中で思ってて、メンバー全員そこのシーンをゆうちゃんのことを横目で見てたんですよ、回ってませんって言ってたから、そう、みんなゆうちゃんを見てたんですよ、したら見事にクーって回ってねで、姉さんもそこであれって気づいて、で、先生とか言ってすいませんでしたで、照明さんね、でもね、面白かったことがこの前リハーサルであって、私じゃないよね、うん、姉さんじゃないです、オッケーオッケー、びっくりした、一人ずつね、オープニングで入ってくるわけですよ、で、その人がバンってこう入った瞬間に、うんうん、スポットライトがパンって当たるんですけど、リハーサルである方に照明が当たってなくて、で、リハが終わった後にすいません、私のところ、出たところ、今スポットが当たってなかったんですけどってケイちゃんが確かに私も、あれ、ケイちゃんのピンスポ来てねえなって思って、したら、リハーサルでまだ間に合わなかったんだろうね、ケイちゃん、ただ、面白いのが、ケイちゃんにスポットが当たってないっていうのが、そうなの、よりによって、ね、ケイちゃんはね、いろいろ美味しいよね、ケイちゃん美味しい、まあ、ここにまだいろいろありますけど、スタイリストさんとかもね、いろいろお世話になってて、衣装とかも、まだほら、作りかけの状態でリハーサルする時もあるんですよ、うん、でも、だいたいこう、
私たちのステージ衣装って派手じゃないですか、うん、キラキラがついてたりふわふわがついてたり、うん、なぜかケイちゃんのだけふわふわがまだついてなくってすごい地味だったりとかラブマシンのね、コートだったの。そうだね。で、みんなラブマのファーとかバーとかついてるのに、ケイちゃんのだけなんか真っ黒い生地だけ。なんかレインコートみたいな、なんか。